中国高速鉄道、CRH2 型電車。中国高速鉄道、CRH2 型電車。中国高速鉄道、CRH2 型電車とは、中華人民共和国鉄道部、中国国鉄が第6次在来線スピードアップのために、日本の川崎重工業車両カパニーから購入した高速鉄道車両である。日本の e 2系1 0 0 0番大新幹線電車が、 ベースになっている。新幹線車両の日本国外への輸出は、台湾高速鉄道の 700T 型に次ぐものである。愛称は、小弾頭、四段イコール弾丸の意。なお、外国からの技術移転をもとに、ライセンス生産されているすべての CRH 車両は、和解号、和解イコール長は、ハーモニーの意と呼ばれている。中華人民共和国側は当初、CRH を、 自国製の高速鉄道車両としてアピールしていくと発表した。これは中華人民共和国側の車両購入条件として中華人民共和国へのブラックボックスの良い,い完全な技術供与があり、その技術も含めた購入のため自国の技術と言い換えることができたためである。この車両販売に際しては台湾高速鉄道の主として 車両を受注した JR 東海が参加を見送り、逆に積極的だった JR 東日本の E に、K ベースの車両が納入された経緯がある。JR 東海が参加を見送った理由は、党を懸念したためであった。なお、新幹線電車が完成した時点で、台湾では、式典が行われたが、中華人民共和国では、式典を挙げることはなかった。また車両を引き渡す際も、 同国ではあまり報道されなかった。当時の日中間の政治的対立が影響したためで、ある。契約に基づく新幹線電車の編成数は60編成である。そのうち3編成は日本で製造され完全な形で引き渡された。6編成は部品の状態で引き渡され、中華人民共和国側でコンプリートノックダウンで生産された。 残りの51編成は中華人民共和国の司法記者工場によりライセンス製造された。この契約内容は日本以外へ発注された CRH1.35 型のものと同様である。また一部の高度な技術を要する部品については日本から輸出している。最初の CRH2A 車両は2006年3月8日に引き渡された。中華人民共和国鉄道部は 第6次スピードアップの前に少なくとも37、編成の CRH2 を完成した。CRH2 アンペア型のモーターは、E2 系1000番台と同一であるが、電動車と付随車の構成、MT 比は 4M4T であることから、営業運転での最高速度は、E2 系1000番台の最高速度時速 275km、設計最高速度時速 315km より、 低い時速 250km となっていた。CRH2 型は2007年1月28日から在来線で運用が開始された。初日は上海南駅甲州駅間を5往復半、上海駅南京駅間を2往復運行したが、試運転も兼ねていたため最高速度は時速 160km であった。2007年12月には、 CRH2 の派生型の CRH2C が登場した。全商灯やパンタグラフカバーなどが増設され、内装も変更されている。また2008年の北京オリンピックに合わせて、北京市と天津市を結ぶ、京新都市間鉄道に投入された CRH2 から300は 6M2T に MT 比を変更し、 シーメンスアイス3ベースの CRH3 型電車と共に200年8月1日より世界最速の時速 350km 営業運転を開始した。鉄道部は海外の先進技術を手本にしたが国上に合わせて70%以上の国産化を達成したとしている。その後 JR 東日本の協力範囲を超えた速度であること。 川崎重工業の設計上の最高速度を大幅に超えていることから両者が中華人民共和国側に抗議し責任は求めないとの念書を取った。このため2009年2月からこの路線ではすべて CRH3 型を使用し CRH2 型車両は最高速度時速 250km の打線区に転属することとなった。2009年10月 中華人民共和国鉄道部は、川崎重工業が日本の新幹線技術を供与した同国の鉄道車両メーカーである南社沈太を司法記者車両との間で CRH380A140 編成を購入する契約を結んだ。車両は日本の東北新幹線、早手を基礎としているが、中国鉄道部の技術や海外から移転された技術を 組み合わせて新たに設計、生産され、北京、上海、北京、甲州などの区間で走る予定。2010年上半期から順次、車両を納入するという内容である。2009年12月26日、湖北省武漢市と関東省甲州市を結ぶ竹広、旅客専用線に、また2010年2月6日には、河南省鄭州市と先西省西安市を結ぶ、 低西旅客専用船に CRH2 型車両が投入され、最高速度時速 350km で営業運転を開始した。中華人民共和国側はまた、日本を含む各国に対して、国流交渉ハルビン氏と遼寧省大連市を結ぶ、高大旅客専用専用の高速鉄道車両の開発の打診をしているという。これによると、当地の陶器における運用が、 氷点下接氏40度という過酷な環境になり、このような極限下において定期運行できる高速電車を自主開発するのが困難なためであるという。なお、日本の新幹線も氷点下接氏25度までは品質保証がなされているが、それ以下の気温となると新たな技術開発が必要であるという。2010年、平成22年4月に、 JR 東海会長の笠井隆行が中国の高速鉄道は安全性を軽視することで限界まで速度を出している。技術も外国企業から東洋と主張した。これに対し中国側の何総工程師は我々が求めている技術は日本のような島国向けの技術とは異なると表明する国も多いと主張した上安全性が保障されている中国の 高速鉄道技術はすでに世界をリードする地位を獲得したなどと反論した。一般に日本列島のような島国では、急峻な地形に伴うトンネル、橋梁、消極率半径の軌道の建設が重視されるのに、対して大陸では長い橋梁の建設や広範囲の洪水に対する対策が特に求められる。 また、世界初の商業鉄道と地下鉄はいずれも島国で発展したものであり、現在、長さで世界1.2位の海底トンネルは、島国の国内鉄道と、大陸と島国間の鉄道に用いられている。ただし、同じ大陸でも、スイスのような山国は、山岳鉄道については、島国と同等かそれ以上の技術が必要とされる。一方、 中国鉄道部科学技術局長などを務めた州、翌民は中国史、21世紀経済報道に対し世界一にこだわり、設計上の安全速度を無視し、日独が試験走行で達成していた速度に近い速度での営業を命じただけで中国独自の技術によるものではないと暴露し、自分の技術でないので問題が起きても解決できない。 結果の人大差は想像もできないと指摘した。また、米国議会の超党橋門機関、米中経済安保調査委員会は2011年10月26日、日本の新幹線技術の中国側の取得について、中国企業が外技術を投与した最もひどい実例と明記した。これを裏付けるように2011年7月23日に、 石膏症運襲死で死者四十三人に負傷者百九十人以上を出す追突脱線事故が起きており、鉄道局長ら幹部三人が降迭されている。CRH2E までの派生型にはスノープラウがついている。CRH2 アンペア型電車は八両編成を組む最高速度時速二百五十キロメートルのグループ。二つの編成を連結させ十六両編成で、 走行する運用も組まれている。最初に導入された3編成は、川崎重工業で製造し、日本から輸出されたもので、2004から2009編成は、日本製の部品を中華人民共和国で組み立て、それ以降の編成は中華人民共和国製となっている。南昌、西都、上海、南寧、広州の各鉄道局に配備されている。 CRH2 バイト型電車は16両編成を組む最高速度時速 250km のグループ。上海、武漢の各鉄道局に配備されている。CRH2C 型電車は8両編成を組むグループ。CRH1A から編成内の電動車の両数、出力が変更され、最高速度は時速 350km に設定された。 2010年以降に製造された編成は、出力がさらに向上したほか、変速比の値も変更されている。上海、西安の各鉄道局に配備されているほか、3編成は試験車や高速総合検測車として用いられている。特に CRH2C-2150 編成は CRH380A 型の試作車として製造されており、 外見は CRH380A 型と同一である。CRH2E 型電車は16両編成を組むグループで寝台車が備わっており、最高速度は時速 250km である。初期に製造された編成は E2 系のデザインがそのまま用いられ、食堂車や先頭車に寝台設備が存在しない。一方、 2015年以降に増備されている編成は CRH2G で導入された新デザインをもとに下設計になっているほか、食堂車が寝台と食堂が備わる合わせ作り車に改められた。また2017年以降に製造されている CRH2E-2463 編成は車内のベッドの配置が変更されており、先頭車も寝台車に改められている。 2011年7月23日に発生した、運襲市鉄道衝突脱線事故で1編成が、被災し、廃車されることなく、残った車両は新臓車と編成を、組み総合検測用の CRH に、J 型電車として運用されている。北京、上海、広州の各鉄道局に配備されている。CRH2G 型電車は8両編成を組む、グループで、 最高速度は時速 250km。低温地域や砂漠、高温地域での運用が考慮された設計になっており、外見はそれまでの E2 系をもとにしたデザインから大きく変更されている。蘭州、ブルムチ、西安の各鉄道局に配備されている。中国国家郵政局、現在中華人民共和国の郵政事業は中国郵政集団行使に、 分離が2006年12月28日に発行した第6次在来線スピードアップの郵便切手シリーズのうち学面6人民元の小型シートに CRH2 が描かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。